グランプリで見事に最下位となった階級道場チーム。大作師匠の一声で下野 D は戦力外通告を受け、新たな相棒としてチャレンジフォックスのお嬢様、中学3年生の桐石瑠香ちゃんが加わった。大作師匠と瑠香ちゃんによるスパルタ教育により、しげっちのタイムが45秒台に突入。いよいよレース本番を迎える。大作流階級道場。今回階級道場チームが参戦するのは邪道ミニバイクレースちゃんこ2。エントリーしたのはタイム制限のある中級者向けの MCJ43 クラス。60分の耐久レースで文字通り43秒を切ってはいけないクラス。タイム制限を一度でも破れば失格となる。今回は KSR も少しパワーアップ。ミニバイクカスタムパーツでおなじみ北古製のリアショックと、バイクパーツ輸入販売ツイントレードさんから KSR アルミホイールをゲット。助っ人瑠香ちゃんのチャレンジフォックスレーシングでメンテナンスされ完璧です。いよいよこれまでの特訓が試される。レース本番が始まる。はい、おはようございます。ついにこの日がやってきましたけども。来ましたね。来ましたね。今日はその、ライカウィンドウカップの時からですね、進化した、ライカウィンドウチームを皆さんに見ていただきたいと思って、まあ、この間のテストもちょっと気張ってトレーニングさせていただいたわけですけども、はい、はい、どうでしょう、自信のほどは。自信はちょっとだけあります。ただめっちゃ緊張してますそんなん知らんがな。いやいや、でもね、そこを今日はねしっかりフォローしてくれる瑠香ちゃんが今日来てくれたんで、多分僕のさっきのちょっと自信あるっていうのは、うん、瑠香ちゃん頼みみたいな。やんねやんね私もそう思いました。はい、いやでもそれも大事なことです。なんでかっていうと、これは耐久なんで、はい、チームみんなでの、まあ、総力戦になってきますから、全然遠慮せんでいいからね、もうバンバンイン飛び込んでいって、もうバンバン入っていってくれたらいいね。多分人を抜いたことがないんでね。人を抜いたことがない。抜き方がまず分かんないんですよ。まあ目の前におる、まあ、ライダーあれライバルね、はい、抜かんとダメですね。抜かんと、はい、上にはいけないですよね。そうです、その通りです。ただその作業をしたことがない、はい、いつも抜かれてばっかりなんですよね僕。そんなことではあきませんね。今日1人ぐらいちょっと抜けたら、そうですね、まあそういう目標もね、はい、持ってレースに挑んだらいいと思います。じゃあ今日も頑張るぞ。レース本番となると全員がいきなり真剣です。もっと緩い企画だったはずが、下野 D の首宣告あたりからすでにガチ企画に。瑠香ちゃんを投入した時点で結果を残さねばならなくなった。このプレッシャーに打ち勝ち、しげっちは上位入賞を果たせるのか。ここのコースやったらね、瑠香ちゃん例えばこうタイムを詰めるのになんかポイントにしてるとことかってある？一番奥の。まあ、最終コーナーは重要やんね。その後スピード乗るもんね。じゃあさ、パッシングポイント、前のライダーをパスするのに、ここもう私ここ絶対飛び込めるっていうところは1コーナー、最終コーナーの中はそんなやっぱ追いついても抜けるほど余力がないもんね、ライン乗りとかにね。そうなってくるとしげっちがどこで行くか。まだこのバイク乗り始めて誰も抜いたことがないというね。まだフリー走行なんでペースが違うけど、まあ遅いライダーでもバックバッカーをパスすることでもやっぱり自信になるもんね。あ、俺もやればできるっていうね。しげっちアウトからまくりよった。あんだけインから言うたのにアウトから行きよった。やるなあれは。ファスティングと呼ぶに等しいね。今頑張ったね、ちょっとね。しげっちどうやったら抜いていいですか、インに飛び込むねんしか言ってなかったけど、なんか走ってたら何ちょっとクロスラインを通りながら次の切り返しで前に出てみたいな、なんかちょっとそのプロレーサー的な。やっぱしげっちは頭じゃなくて体で覚えるタイプやな思ってね。僕も自分でそうやってたのかあんま覚えてない。いやいやいや、でもねやってたよ。ちょっとね感動した。次回ルカちゃん安定した走りでトップを死守。ハイプレッシャーの中しげっちの走りは